こんにちは、ファミ通アップの、白猫動画が始まりました。お、はい、今回は先輩に、あ、ちゃんまし、あれだ噛んでました。自己紹介、ファミ通アップのサドルイです。ケンちゃんです。オリアカンの宮本です。フレジです。よろしくね。にゃん、よろしくお願いします。というわけで、はい、今回は前回に引き続き、スピードスタープロジェクトの、星9、スピースター88の未来英語のスピードスター。そう、これ一番上のやつね。そう、未来英語のスピードスター、うん、スピードスターだよ。スピードスターに今日何一番でやってるんじゃないですか。そうですね、うん、前回1月の頃には、うん、出た時はキャラクターもまだまだ揃ってない状態で、うん、結構難しかったんですよ。難しかった。あれですよ、ホーレス。そう、ホーネット。ホーネット初登場ぐらいの時だよね、うん、確か。で、リベーターがいないとかなりきつかったんだよね。そうそう、かなりきつかった。今はシャンピニオンなんだ。そう、今はシャンピニオンだったり、はい、ミラ様だったり、はい、結構自然系特攻あれば入れたりもするんですけど、まあ、それでね、タイムアタックはやっぱりちょっと彼女らを使ってるとちょっと遅くなっちゃうので、わかんないけどね。というわけで今回はちょっと効率的に5分を目指してやっていきたいと思います。そうです、すごいです、はい、僕と竹中さんさっき文句言いながら言ってたんでちょっとちゃんとやってくれませんかみたいな。すいません、すいません。女性もやっぱりまだ似てますね。そうですね、ここはやっぱ強派なんですよね。あ、払いだまえ、やはりここに来て強派の評価が爆上げされたかな。そうですね、かなり使いやすいですね、うん、なんと欲しいぞ。そう、周回適性があまりにも高い、タイムアタック適性が、うん、見たいな。という感じで、じゃあちょっとやってみましょうか。5分見たいな。5分、待って5分いけるか分かんないけど、怖い怖い、うん、これはね、ちょっとディスティニーよりは練習したんで、うん、でも1回しか出してないけどね。そう、1回、ね、はい、じゃあやっていきましょうという感じで、竹原さん準備完了お願いできます。ああ、忘れてました。はい、はい、というわけでいくぞ。緊張してんじゃないの。プロジェクト白猫、よしよし、ゴー。大丈夫です。出た、プロジェクト、プロジェクト白猫。はい、じゃあ俺ら5分煽りしてますか。できる、ゴー。やめて、やめて。こんな感じで5分ってだってなかなかないよ。いや、もう何くらいいった。最高、なんかランダムマッチング最近実装されてるじゃないですか。それで4分40が最高でした。ああ、そっか、そんなもんだよね。俺もランダムだったもんぐらいだった。1分超えたらまあ4しかなって、うん、ちゃんと連携取れば5分いけるのかな。うん、ちょっとそれを見たいですね。あ、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 あれ、あ、いた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 。ここで茶豆頼むよ、茶豆頼むよ。え、からの茶豆が、はい、倒して倒して倒して。お、2分でしたね、今。いやちょっとやらかしちゃう。2分はまだ、うん、ちょっと茶豆の人がちょっと遅くちゃうんです。お、ここはで、ここはつゆはが飛んでいって、こんなまだスキル使う。で、ここはその場で打ってコロリンで入る。つゆはかわいい。で、ここはこの倒してる間に、そうそう、倒して、これでもう全部いってゴールでしょ。お、いい感じじゃないですか。いい感じですね。すごいっすね、なんか強派だけでもうここまでいけちゃう。そうそう、相方にちょっと頼ってるけどね、倒すの。で、ここは払いたまえさんが現れます。払いたまえさん、払いたまえさんが、あとは彼女ですか。あ、ちょっと、ちょっと、ま、回んなかった、回んなかった。はいはいはい、これで OK で、あ、なんか奥の宝箱も壊しつつみたいな感じ。いや、壊せないんだよ、届かない。届かないですか。うん、ここは、俺が奥が押せ、俺の方が押せ。あれ、ケンちゃん、俺の方押せ、やべ。あれ、ケンちゃん、やばいやばいやばい、ちょっと倒しといて、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 倒しといて。あ、足りてない、足りてない、足りてない、大丈夫、大丈夫。あ、あ、すぐ動くから。まあ、こんな感じで、ちょっと僕のロスで、ちょっと5秒ロスになっちゃいました。ちょっと、ちょっと、やっちゃいましたね、やっちまいましたね。今5分じゃなかったですか。今ちょっと4分50何秒ぐらい。いや、5分出たと思ったんだけど、ちょっと時空の歪みで、そうそうそう、5秒ぐらいタイムラグが生まれてしまった。生まれちゃったんで、うん、まあ時空の歪みはしょうがないね。時空の歪みで5秒出ちゃったらしょうがないかな。でも10分これでも SS 取れます。はい、でも確か3分58かな。まあ、これぐらいはじゃあ、これが6分なんですね。はい、こんな感じでちょっと5分5秒ぐらいちょっと軸の歪みが伸びちゃったんで、ですけど、まあ理論上出るかなというと思うんですけども、講習もうまいんで、結構慣れればね、5倍書とかで繰り返しつつ、さらに、あれ、ここ猫缶もらえないの、これ、これ入ってないんだっけ、これ枠に。多分枠に入ってないんだっけ。で、さらにね、たくさんすぎる。そう、友達だから、友達だから、そう、1.1 倍になって相互フォロー。まあ、宮坊には切られちゃったけどね。そう、宮坊切られて俺2000人だから、もう二度と多分。それ思ったんすよ、私も2000人なんか上げてて、あれ、ケンちゃんさんまたフォローしようと思ったら、できない、え、いっぱいじゃん。やっぱ宮坊にちょっとフレンド切られちゃったからな。切られちゃった。だから、僕とまだ会ってないんですけど、
一緒にフレンドになりませんか。あ、誰になりますよ。いやもうすぐ来てくるな、今日すぐ切れる。サマーソウルじゃないとすぐ切らない。あ、じゃあダメっすわ、すぐ切られる。という感じで、はい、こんな感じです。ちょっとここからちょっと画面ちょっと一瞬切ってください。僕は5分を撮った照明のね写真をちゃんと撮ってるんで、またこれ僕の壁紙見えちゃうんで、壁紙はちょっとちゃんと切ってください。5分って言われたことないな。写真加工とかしたんじゃないの。してないしてない。待って、今ウコ言いました。ウコやめました。ここから出した、うん、こっからこっから、はいはい、あれこれ5分じゃないですか、はい、そう、これ竹中さんとさっきやって時空の歪みがないバージョンは5分一部出てるんで、これ撮っといてよかったね。撮っといてよかった。やっぱ一発で撮りなかった。という感じで頑張ればちょっと5分だよ。5分できるんで、なんか5分9秒ぐらいいけるんでしょ。なんか知らないけど、なんかそうですね、なんか知り合いの人最大効率、うん、出せるんですね、うん、出せるんだね、5分とかね。どうやってるんでしょうね。もうちょっと最適化して、なんかね、多分箱最後のステージのさ、3ステージ目の箱をさ外から壊して、さらにその外からホーネットも倒すっていう多分方法じゃないとショートカットできないんじゃないかなと思うんですけど。じゃあ雫と霞2枚持ちとかそんな感じですか、ね、あとは多分その最後のホーネットを倒すにはやっぱ弓か槍のレーザーがないと多分厳しいから、うん、それいうことじゃないかな、うん、誰がやるの槍のレーザー。あの新規解放、あれ遅いか。遅いですね。新規解放なんだと。槍レーザーだったらイルミナとか、そのイルミナとか威力まあいいですから、ね、うん、今届くかっていう。あと弓のレーザーか。弓のレーザーエシリアしか思い浮かばないですね。うん、確かマートちゃんもみか。まあ弓は受給があるから、うん、まだピノもいるけど、まあ、そう火力低いからね。うん、なんかちょっと考えてみます。ホネットの動きとかにも左右されそうです。そうそうそう。はい、そう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 。なんかそう最後なんかバリアとか張ってるとか。うん。そうそうそう。ちょっとでもたついちゃうとすぐバリア張るからあの子。うん。でやられると、うん、もう、あ、終わったなって。あ、ごめんなさい、どげた、どげた、どげた、ランダムマッチングだとね、そうだ、だから謝りどころもないから、もしすまん、すまんって2人で、あのローリングどげたみたいなのにくるくる回ってなってます。いや、そんな感じで、こんな頑張れば5分ぐらいもいけちゃうという感じなので、ぜひ、ちょっとルーン回収の効率はかなりいいステージなので、ぜひ慣れてやっていただければと思います。という感じで、今回はこれで終わりという、終わり、はい、はい、というわけです。はい、で、竹中さんなんか話すことあるんじゃないですか。あ、そうなんですよ。多分前回、前々回ぐらいの動画で、なんか YouTube のコメント見たら、なんで僕出てるのって言われてたんですよ。そんなね、そういう形じゃなかったよ、うん、今さら出てきたみたいな。ちょっとやっちゃった。なんで僕出てきたって感じなのかな。で、それについて今日ね、ちゃんとズバッと説明しようと思ってきた。あ、なるほど、はい、ちょっと聞いてみてください。なんで出たの。竹中さん、なんで出たんですか。それはね、あのニコ生で、あの白猫ニコ、あのファミ通ニコ生の方で、あのある日ケンちゃんがミコさんにビンタされてたじゃないですか。あれ羨ましいなと思って、僕も動画出たらビンタしてもらえるんじゃないかなと思って出ました。で、じゃあエンディングいきますか。はい、はい、見ちゃダメ。ちょっともう少し触れてくれてもいいんですよ。これでお願いします。はい、はい、これ次から出すのやめようって。いや、びっくりした今。やめてやめて。では水曜日8時の話しますか。はい、はい、微妙な雰囲気になっちゃったな。はい、水曜スタークエストも終わりまして、はい、最後に緊張してクエストの名前さえ間違えてるっていうね。半端ないこの緊張感見せてますけど、佐藤さん、じゃあはい、ニコ生の説明お願いします。はい、今お話に上がったファミ通アップニコ生は、毎週水曜日の午後8時からやっております、はい、20時からですよ。20時ですよ、まあ、告知出したり出さなかったりするんですけど、はい、毎週やってるので、ぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。はい、ここに白猫やってます、ね、白猫の協力やってるんでね。はい、よろしくお願いいたします。あの下の説明欄のところに、チャンネル登録の URL もついてますので、ファミ通チャンネルに登録してください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、続けて YouTube 関連のお話ですけれども、スマートフォンご覧の皆さんは、スマートフォンからご覧の皆さんは画面下の説明欄にある登録 URL から、うん、そして PC からご覧の皆さんは、画面右下の登録ボタンから登録よろしくお願いします。ここら辺ですね、僕の胸元ですね、このトライアングルステージのね。そんな感じです。あれ、これで終わるんでしたっけ。あ、そうだ。じゃあ以上、ファミ通アップの白猫攻略動画でした。ありがとうございます。バイバイ。次回も見てねー。あれ、飛ばない。